久方ぶりにこちらに来てみれば、このありさまとは。これはどうあっても思い知らせなければ。季節の花が咲いてるってのに異変じゃないってのかな。調べて納得いったんでしょ。まあそうだけどさ、異変じゃないから犯人の妖怪もいないし、別に害もないんだからほっとけばいいのよ。毎度おなじみブンブンマルシェ。
君のシャメ丸です。またうるさいのが来た、うん、派手に妖怪退治とかしてくれませんか。太陽の畑の妖怪なんかどうです。相変わらずやらせとでち上げだらけの新聞だよな。面白くない記事を書くなんて私の保険に関わります。事実を書けよ。何でもいいけど私は妖怪退治には出ないわよ。諦めませんよ。私のジャーナリスト魂で何としてもこの異変を記事にしてみせます。仕入れです。彼女はスズランの毒を操れるので。これも美味しい。毒というのは使いようで薬になりますからね。ほらここに。あら、テイを探しているのだけど、どこか知らない？虫か何かでしょ。虫ね。そういえばパチャの薬草園、むやみに花が咲いているようだけど。あ、あれね。調べてみたんだけど、幽霊が花を咲かせているみたい。たまにそういう年があるらしいわ。実害はないわよ。また門番サボって。フラン様、いいわよ今夜くらい。フランも楽しそうにしているし。綺麗だね。ねえ、サクヤ。そうですね。いろいろあったけど
やっぱり幻想郷に来て正解だったわね。はい、お嬢様。正しい